皆さん、こんにちは。2022年11月2日に警視庁は、同年6月14日の午後2時15分頃に、東京都世田谷区内のコンビニエンスストアで、当日、朝に睡眠導入剤を使用し、眠気がある状態での運転を行い、その状態が道路交通法違反であるとして、お笑いコンビインパルスの堤下敦さんを書類送検したと発表しました。今回は、その堤下敦さんの法律違反についてと、現在ほとんどコンビ活動をしていないインパルスが解散しているのではということについて紹介します。ことが起こったのは2022年の6月14日の午後2時15分頃でした。堤下敦さんが東京都世田谷区のコンビニエンスストアから車で出ようとした際に、地面に置かれていた看板に接触して、さらにその直後に右折して車道に出た際にも、道路脇のガードパイプに接触しました。それが物損事故と扱われ、取り調べを受けていました。その取り調べの中で、当日朝に睡眠導入剤を飲み、眠気を催していたと話したといいます。この物損事故について、警視庁は、公道上で発生したガードパイプへの接触が過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない恐れがある状態での運転の禁止という道路交通法の規定を適用して、先ほどの供述や医師の意見を踏まえた上で、正常な運転が困難な状態で運転したと判断をしています。この違反をしてしまうと25点の違反点数を課せられて、免許取り消し2年ほどの処分を受けます。他には刑事罰の対象にもなる恐れもあるそうです。同じようなケースとしては、過去にあったことで危険ドラッグを吸った上で運転したケースや、運転中に持病の転換発作を起こしたケースなどが立件の対象となったことがあったといいます。2021年には東京都世田谷区でタクシーが歩道に突っ込んで5人が死傷した事故があり、翌日にくも膜下出血で死亡したタクシー運転手の男性が同じ容疑で書類送検されています。この事故を起こした堤下敦さんは免許を返納しているといいます。ただ堤下敦さんについては、今回が初めてというわけでなく、5年前の同日に東京都狛江市の道路で、運転中に反対車線にはみ出して停止していた車の中で、意識が朦朧とした状態で発見されており、この時にも警視庁調布署で同じような容疑で事情聴取を受けています。当時の調べに対して堤下敦さんは、運転直前に睡眠導入剤を服用したと話したと報じられている他に、同日の夕方には記者会見を開いており、一歩間違えれば大事故になっていた自らの行動を謝罪しています。ですが、その同年10月27日には横浜市神奈川区の国道1号を走行中に、赤信号で停車中のゴミ収集車に対して追突事故を起こしています。同様に点数がつくのであれば、50点ほどの点数となっており、50点を初めて取った場合ですと、免許取り消しが6年ほど課されます。ただこの点数について調べてみた結果、3年ごとに更新されているようで、3年以内に停止処分等を受けなければ再び初回の処分になると言われています。それと違反点数につきましては、処分満了後から1年間無事に無事故無違反の場合、リセットされて処分前歴もゼロになると言います。今回の件では堤下敦さんは免許を返納し、それの他にも何かしらの罰則が出てくると思います。今回のことでネット上では様々な意見がありました。堤下さんの家の近くに住んでいるものです。ただなんでそんなに事故をするのかなという印象が強い。実際にそんなに狭いとは感じたことがありません。広くはありませんが、皆さんそれ相応に気を使って運転されていますので、事故など滅多に見たことがありません。運転能力の欠如なのか、運転の難しい車なのか分かりませんが、幼い子を巻き込むなど人身事故を起こさないためには、車の運転はやめた方がいいですね。駅までの微妙な距離でしょうけど、バス停も近いですし、タクシー乗っても最寄り駅までおそらく1メーターで行きます。家で人生を棒にする前に、自分と家族の将来を考える最後のチャンスをもらったと思って、前向きに考えてほしいですね。大事に至らなくて本当に良かったですね。何が原因なのか、今回については公表されてないからわからないけど、相当不注意なのは間違いない。
昔にも同じようなことを起こしているし、重大な事故を起こす前にしっかりと原因を突き止めて運転しない対策をしないといけないと思う。重大な事故を起こしてからでは遅い。事故が起こったどちらの場所もわかりますが、どちらも事故るところではありませんよ。おそらく不注意や脇見運転などしていないと事故などを起こすのは難しいと思います。センターラインが二重に見えるという症状だったり、何か視覚的な異常なのかもしれません。そもそも運転が下手なのか病気なのか分かりませんが、大きな事故を防ぐためにも周りのためにも運転はやめてほしいです、というような批判するコメントが多く見受けられました。今回の件でますます表舞台から姿を消すことになりそうです。とはいえ、現在でも堤下敦さんの出番というのは前世紀よりかはめっきり減りました。それの理由としてはインパルスの解散がささやかれています。公式でのインパルス解散はありませんが、2019年以降インパルスとしての出演がないことで事実上解散していると言われています。この話はお笑い芸人の中ではかなり有名な話だそうで、ブラックマヨネーズの吉田隆さんがインパルスについて2019年8月28日に放送されたバイキングの中で、直で喋れなくなったらもう終わりだと思うんですよね、コンビとして、だってもうインパルスとか終わってますもん、と発言していたそうです。つまり裏でもほとんどインパルスの2人は会話もないとのことです。そうなった理由については5つほどあり、その中には不仲であるということが言われています。それでは解散していると言われている理由を一つずつ紹介していきます。一つ目はツイッターが運営している生配信アプリであるツイキャスにて堤下敦さんが一般人に激怒していたことです。2015年11月15日にツイキャスにて堤下敦さんが複数の素人女性に対していろいろな相談を乗って受け答えするという企画があったそうです。その企画の中である女性が失恋してしまったことを相談してくると、堤下敦さんはなんだよ喧嘩してえのかこらと突然怒り出したといいます。それに対して女性も喧嘩じゃねえよ失恋してしまったんだよと答えますが、堤下敦さんは企画の趣旨を忘れていたのか、知らねえよてめえの失恋なんかバカがと返答していたといいます。この返答に対して最低だとネット上で批判が殺到していました。この一件以降、堤下敦さんの性格の悪さなどがネット上で注目されるようになりました。二つ目は後輩芸人である黒沢和子さんへ陰湿ないじめがあったことです。森三中の大島美雪さんと生放送のバラエティ番組に出演していた時に、大島美雪さんが堤下敦さんが黒沢和子さんに対して行っていた陰湿ないじめに対して激怒したという話があります。怒りを制御できなくなった大島美雪さんを止めるために周りにいた芸人さんが一生懸命になりましたが、それでも止めることはできず、 CM 明けには画面から大島美雪さんが消えることとなりました。この大島美雪さんが画面から消えることとなったことが放送事故だと話題になり、黒沢和子さんが堤下敦さんからいじめを受けていたことが明らかとなってしまいました。3つ目は自分と同じキャラの後輩芸人が出てきたことです。もともとインパルスの堤下敦さんは優しくて温厚なイメージで出演をしていましたが、いじめの件などで徐々にそうではないとネット上で話題となっていきました。そんな中でそうしたポジションに収まる芸人が出てきました。それがハライチの澤部佑さんでした。この澤部佑さんの台頭によりイメージが悪くなりつつあった堤下敦さんの仕事がどんどんなくなっていったと言われています。4つ目は先ほども話していましたが、度重なる不祥事です。この不祥事というのは事故での書類送検の件になります。先ほどの補足情報となりますが、2021年の10月に起こした事故では男性2人に軽傷を負わせていたといいます。こうした様々な理由がありインパルスの板倉俊之さんは堤下敦さんと一緒に芸能活動を続けていくことが危険だと感じて距離を取るようになったと言われています。それが解散されていると思われている最後の理由です。他に不仲説については会話をしないと言いましたが、楽屋ではさすがに話すようです。しかしお互い付き合いが長いのにもかかわらず敬語になっていることから、
かなり距離があるのではないかと言われています。エキサイトニュースでもそれに触れており、とあるテレビ誌ライターは2人の関係について、もともとは堤下の不祥事によってインパルスのコンビ仲に亀裂が入ってしまったわけですが、板倉が極端に内弁慶な性格だというのも不仲説が蔓延する要因かもしれません。謹慎が解けた後もあまりテレビの仕事が増えないままの堤下は、現在 YouTube での活動に本腰を入れており、板倉と並ぶよりもカジサックことキングコングの梶原雄太と動画で共演している印象の方が強いです。本来ならば迷惑をかけた側の堤下が歩み寄るべきなのでしょうが、同業者からしてもすでに終わっているコンビに見えてしまうようですね。ネットには水曜日のダウンタウンでの隠し撮りで堤下が板倉に敬語で話してんを見てドン引きしましたとの声もあり、視聴者も2人の亀裂を懸念しています。やはり不祥事によって生じたコンビ間の亀裂を修復するのは困難なのかもしれないですねと2人を客観視した意見を話していました。どうして公式が解散を発表しないかは何かしらの思惑があるとは思われますが、あまりにこの状態が続くのであれば視聴者としてははっきりしてほしいと感じます。いかがでしたか。今回はインパルスの堤下敦さんについて、書類送検されたことについてと、インパルスが事実上解散していることについて紹介しました。今後堤下敦さんがどのような対応をするか、そこが今後の活動の肝になってくると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。